北朝鮮ミサイル脅威に83%の日本人が関心。11月にまとめられた日本の内閣府が行う外交に関する世論調査が発表され、北朝鮮についての関心事項でミサイル問題が83%に上った。この数値は過去最高になった。ロイター通信が報じた。調査では様々な国への関心事項が調べられるが、 北朝鮮への関心時では高い順からミサイル。ラジ、核と続いており、いずれも75%以上と日本人がこの国の動きを注視していることがわかる。日本外務省はこの数値を国民の警戒感の表れと指摘している。米国への関心については親近感を感じる。どちらかというと感じるとする回答の合計が78.4%で。 一年前より5.7%落ちた。調査は10月から11月にかけ、18歳以上の男女3000人を対象にして実施され、回収率は60.1%だった。日本国民は、北朝鮮、中国、ロシア、米国が日本にとって軍事的脅威になると考えている。 20日に発表された読売新聞とギャラップ社が日本と米国で実施した日米共同世論調査の結果、明らかとなった。世論調査では、朝鮮半島情勢について複数の質問がなされた。日本では回答者の87%。米国では85%が、北朝鮮が核実験やミサイル発射を繰り返していることに脅威を感じていると答えた。 なお日本では、多少の脅威よりも大いに脅威を感じている人の方が多かった。北朝鮮の核実験やミサイル発射などの行為をやめさせるための国際社会の行動に関する質問では、日本の回答者の52%が圧力を重視すべきだと答え、対話を重視すべきだと答えたのは40%だった。 日本国民は北朝鮮暴発の脅威を感じている割合が増えてきた。アメリカと違って至近距離にあるだけに、敏感になるのは当然だ。日本の野党も相当左巻きでなければ、対話重視とばかり言い出せなくなっている。ご気楽に政府批判だけ方向している日本共産党も、自動で対話努力を打ち出せない。 政府が責任を持ってすることだと頭隠して知り隠さずの手いただくだ。国民は政治外交の場でどこが信頼できるかわかっている。